こんにちは、佐々木和弘です。9月意外と散財してしまってかなりいろんなものを買ったんですけど、実際に数週間なり1ヶ月使ってみて、もう今10月ですので、その9月使ってみて自分の中ですごいいいなって思ったものを今日は5つご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。まず1つ目は、一番最初の動画のレビューでももうやってしまったんですけど、こちらです。 iPhone 11 Pro と、純正のクリアケースですね。実際に日常の、iPhone の利用の中で僕が一番感じたことっていうのは、やっぱりもう抜群にバッテリーの持ちがいいんですね。僕10から のアップグレードだったんですけど、もうそのバッテリーの持ちが体感で多分4時間5時間な、本当に長いんじゃないかっていうのはすごい嘘じゃなく感じることがありました。結構使ったけどまだ 70% なんだみたいなのが使っていてかなり多かったと思います。望遠レンズがやっぱりとてもいいですね。写真はやっぱり超広角使ってるとすごい楽しい風景撮れたりするんですけど、こと動画を撮っていると、やっぱりこう映像屋としては、52mm の望遠レンズで撮る映像っていうのが、とても、なんかこう、iPhone というかスマホで撮ってるんじゃないような、ちょっと新鮮な気持ちで映像を撮ることができるので、それはとても、良かったと思っております。で、まあ、プラスそれも動画の機能の一つにはなるんですけど、やっぱり手ぶ補正がかなり手に比べると改善されているイメージが感覚的にありまして、手持ちでこうブーッとパンしたりとか、あとまあ持ったままこうまっすぐ前に進んだりした時も使いやすい機能となっていました。とても所有欲を満たしてくれるアイテムなのではないかと思いました。では次。こちら。これ箱だけ見ても何のこっちゃって感じなんですけど、こちらですね。はい、箱に入るとこんな感じなんですけど、オズモモバイル3ですね。ちょっと組み立ててみたいと思います。こうやってまずパカッとやって、もうあとはここですね。これだけでもすぐに使える状態になっています。それでここで iPhone をこの爪で挟んで使うような形になります。これも新宿で撮影したものが iPhone 11 Pro と Osmo Mobile 3を使って、それだけで、その2つだけで使って撮影したものなんですけど、 DJI のジンバルっていうのは間違いないっていうのはもうなんかこう使う前から分かっていたんですけど、しまうのもここまでこうコンパクトにまとまってこうやって箱にケースに入れて持ち歩けるっていうのは、いろんな場所にとりあえずバッグの中に突っ込んどくかっていうふうに思える、それはすごい大きなことだと思っていて、まあそのジンバルとしての機能はもちろんなんですけど、逆に言えばそのジンバルとしてはもちろんっていう機能をその1万3000円ちょいで手に入れることができるっていうのは、本当にもうなんならこういうこう映像を作りたい人とかもう1台持っておいて間違いがない商品なんじゃないかなとは思いました。要はこのマウントするスマホの機能に、まあ、カメラ機能としては依存するところはあるんですけど、逆に言えばそのスマホをアップデートしていけば済む話なので、 Osmo ポケットってなるともうカメラとジンバルが一体型になってしまうので、レンズ自体はもうアップデートすることはできないんですけど、今回僕みたいにこう iPhone X から11 Pro にこうアップデートすることでもぐっとその表現の幅っていうのが広がったりするので、そういった意味ではこのジンバルがカメラというかレンズと切り離されてるものっていうのはかなりコスパが高い、そういった印象を持ちました。スマモバイル3自体はこういう袋と、まあ、あと僕が買ったセットではこういった三脚の足になるようなプラスチックなんですけど、これもついてきて、そこがスクリューになってるんで、入れてあげると、まあこういう形で、ポンと見えますかね。こうやって置いとくことができるんですね。で結構これ系のジンバルってなんかずっと持ち続けなきゃいけない、と大変なんですけど、だからこの下の足は、
かなりマストなオプションになっています。だからこれを購入されるときは、ぜひこの足も一緒に買われることをお勧めします。ジンバルとしてはオズモポケットを持って、僕自身は持っているので、なんていうか、もう全くそれと同じように使うことができたので、特にこれといってこう操作に慣れることに時間がかかったとか、そういうことは一切ありませんでした。バッテリーの持ちがどれくらいなのかとかは、そのあたりをまたいつの日かご紹介できたらなと思っております。さて3つ目にご紹介するのがこちらです。これはガジェットではなくて、アウトドアグッズになるんですけど、イエティのランブラー10オンスのローボールになります。でこれと一緒に、これイエティのハンドルでここにロゴが入ってるんですけど、こちらを合わせて買いました。ダブルボールの真空断熱構造らしいです背の高いタンブラーとどれを選ぶか悩んでいたんですけど、結局最終的にこのローボールを選びました。その理由なんですけど、キャンプでの過ごし方にも寄ってくるかなとは思うんですけど、こういう長いタンブラーの類って基本氷をいっぱい入れて、でそのなんか炭酸水とか、まあコールドドリンクを飲む時に使うじゃないですか。だけど僕そのコールドドリンクって、まあキャンプで言ったら本当にビールぐらいしか飲まないので、それよりもコーヒーとか紅茶とかココアとかね、あったかいその飲み物を飲むこと、飲む場面の方が多いと考えたので、それだったらこのサイズローボールでいいんじゃないかっていうのが最終的な結論です。実際に持って行っても、まあ、あったかいものをあったかいままで、飲みたいなっていう場面の方が多くて、でそうなった時に大きいタンブラーとかにコーヒーを入れるよりはやっぱりこのサイズで入れて飲んだ方がまあ、ちょうど良かったっていうのと、あと冷たいのが仮に飲みたかったとしても、これまあ、ここがちゃんと広いので大きめの氷とかを入れて、コーラとかウーロン茶とか入れて飲むのでも、そういう普通のコップとしても十分使えたので非常に良かったと思います。それでよいしょ。で蓋がこれ最初からこうやってロゴ入りの蓋がついてるんですね。これもすごいかっこいいなって思いましたし、何よりこのベージュのこの色、これ今年の新色で A&F に入荷したものだったんですけど、これやっぱり最初見た時にこの色めちゃくちゃ可愛いなと思って、ずっと黒とか買うつもりだったんですけど、行ってみてもうこれベージュだなと思ってすごい心が揺れ動きました。あとはこのサイズのメリットなんですけど、キャンプ行った時ってそのサイドテーブルとかローテーブルとか、まあそういうのにこうドリンクポーンって置くことが多いと思うんですけど、それでそうなった時に何かぶつかったりとか、あと棚にこうバーンってぶつかった時に背が高いと倒れやすいんですけど、これこうまあズドーンとしてるので、その辺こう倒れにくいっていうのもすごく魅力かと思います。でこの蓋に関しても、ここはもともと開いてるんですけど、ここがマグネット式のスライドカシャンってこう蓋を閉じれるタイプっていうのも別売りで売ってるので、まあここを完全に閉めたいとか保温力を高めたいって思ったら、その別の蓋を購入してここに入れればいいかなと思います。その横に置いてあるんですよ、こういうのが。で横に置いてあってこうやってはめて、うわ可愛いってなったんで、もうこれも勢いで買ってしまったんですけど、全く後悔はしていません。実際はめてみます。結構ねこれ硬いというかカチッとしてるんですけど、こんな感じ。これめちゃ可愛くないですか、これ。まあもちろんないつるっとした感じも可愛いんですけど、なんかこの感じがめちゃくちゃアウトドアっぽくないですか、これのでこの組み合わせもすごい気に入っております。これでもこれがあるとS 字フックとかでこうやって引っ掛けといたりとかできるので、何かと便利かと思います。ガッとね、重たいものもちゃんと握れるんで、この組み合わせはとても気に入っております。次に紹介するのがこちらですね。よいしょ。こちら無印良品のスチール工具箱。まあ何が良かったかっていうと、まあこれもキャンプグッズとして
使ってるんですけど、じゃじゃん、こういう感じで、あの CB 缶がそのまま縦にもうほぼジャストですね、もう4ミリぐらい、3ミリ4ミリぐらいしかこのキャップつけた状態で隙間がないぐらいのこのぴったりサイズで、ここに至ってはもうジャストもジャストですね、この下に関しては、下幅に関しては。これで 1,2,3,4 5本6本入るんじゃないかなと思います。なので今うちではこれをあのガス缶を運ぶための、ケースとして使っています。まあスチールなのでめちゃくちゃ丈夫ですし、メイドインジャパンですし、まあこうなんかシンプルなデザインのこのケースに、よいしょ、こうやってこれタンブラー買った時にあのもらったステッカーなんですけど、イエティのステッカーとかつけたりして自分好みにするのがとてもいいかと思います。まあこれとっても使いやすいので、おすすめです。2980円ですね。で、最後に、実際のものはもうなくて、箱も処分しちゃったんですけど、グラフィックカードを新しくしました。 MSI の、GeForce RTX 2060 Super ですね。僕もともと今使っているパソコンいくつかあるんですけど、メインで動画の編集とかに使っているパソコンは Windows なんですけど、そこにもともと入っていたグラフィックボードは、同じく GeForce の980って結構もう非力なグラフィックだったんですね。で、980っていうのがグラフィックのメモリが4ギガまでしかなかったんですよ。で、僕最近編集ソフトとしてダヴィンチリゾルブをかなり使うことが増えてきたので、そうなってくると結構いろんな OpenFX のエフェクトつけたりとか、ノードをいっぱいこうやって増やしたりすると、4ギガだとメモリがフルっていうアラートが出てしまうんですね。で、そうなっちゃうともう作業が全然進まなくなってしまって、めちゃくちゃ困っていたんですね。で、2080を買わず、2070を買わず、2060を選んだ理由なんですけども、これは完全にコスパです。純粋に機能だけ言ったら2080を選んだ方がいいかと思うんですけど、僕が買ったやつって6万しないぐらいの値段だったんですね。2080だともう10何万ってしてしまう、もう10万超えちゃうんですけど、2060の場合はかなり、まあ2070とかに肉薄するスペックは出しながらも、6万を切る価格っていうのがとても魅力だったので、購入に至りました。グラフィックメモリーも8ギガあって、8ギガあればまあ大体ダヴィンチは安定して動くかと思います。今のところガンガン仕事でも使ってますけど、2060でも全くダヴィンチリゾルブの16ですね、ストレスなく使えているので、コスパとしては僕本当にめちゃくちゃ良かったんじゃないかなと思うので、このタイミングでなんかこうグラフィックカード買えるかな、どうしようかなって思ってる方は、なんかとりあえず買えるでもいいレベルにコスパがいいんじゃないかと思います。で、それでなんかまたこういろいろやっていく中で、自分に合わせて足りないとか、もっとなんか 8K とか扱うようになったからちょっと足りないっていう場合は、またさらに例えば2080の後継機を買うとかすればいいとして、今そのもっと古いバージョンを使ってらっしゃる場合はもうなんか迷わず手に入れていい代物だと思います。いかがだったでしょうか。9月に購入した、おすすめのガジェットなりアイテムなり、紹介させていただきました。 Twitter と Instagram もやっていますので、ぜひそちらの方もフォローお願いします。リップなり DM なりいただけるとめちゃくちゃ喜びます。来月もまたおすすめの商品など紹介できたらいいなと思いますので、この動画が役に立ったなと思ったら、高評価もしくはチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。鈴木和弘でした。